ここ福井城市にはかつて立派な天守閣を持つ福井城がそびえ立っていました。今回の街角建成ではその一部山里口御門の復元についてご紹介します。山里口御門は現在の福井市中央公園から大岡橋を渡った先にあった門です。城の本丸に通じる入り口を守るために作られましたが、明治時代に取り壊され、現在は石垣に柱や屋根の跡が残っています。県では県都デザイン戦略に基づいて福井城市を歴史を実感できるスポットとして生かそうと福井城市公園の整備を目指しています。その整備に向けて現在復元を進めているのがこの山里口御門です。今月御門の復元についてたくさんの人に知ってもらうためのフォーラムを開催。在りし日の福井城と城下についてをテーマとした講演では、福井城や城下の姿を紹介したり、御門の役割について詳しく解説しました。講演の後には県の担当者が復元の状況などを発表しました。これまでの調査では御門の形や構造が分かっていること、現在は詳しい設計や建築のために修復が必要な石垣の解体調査中で、来年度から本格的な建築工事を始めること、そして平成28年度の完成を目指していることなどを説明。参加した人は興味深そうに話を聞いていました。中央公園山里御門もですね、絶対近くなもんですから秋流れの進行方向を見て、進みが見てるんですけれどね、あんなに、ね、接近して水がいっぱい叩いてるお堀をね、もっと大事にするんですね。この山里口御門復元のため県では現在2種類の寄付金を募集しています。1つ目は瓦壁板記名募金、一口5000円の寄付をしていただくと復元に使う瓦か壁板に名前や記念メッセージを残すことができます。寄付はゆうちょ銀行でお申し込みください。詳しくはホームページやパンフレットをご覧ください。また寄付をするとふるさと納税として扱われます。金額に応じて住民税や所得税が軽減されますので、県外にお住まいの方にぜひお知らせください。2つ目はワンコイン募金、一口500円の寄付をしていただくと福井城ゆかりの記念品をプレゼントします。募金箱はご覧の場所に設置しています。福井の歴史を感じることのできる街づくりが進んでいますね。次世代に誇ることのできる山里口御門の復元にぜひご協力ください。